で、そのオフの時って何してるんですか、普段は。伊藤光のオフは。伊藤光のオフは、はい、そうですね、まあ、朝起きて、まあ、起きるわな、そらな、はい、ね、はい、録画してるドラマを見て、はい、あ、見ながらご飯を食べて、うん、で、あ、お風呂に入ります。はい、朝起きて。いや、違います、その飯食ったんです。飯食ったのね、はい、はい、で、何かをしようとする準備をして、はい、どっかに買い物行こうかなとか、そういう準備をして、どっか街まで出かけます。街を歩いてて、はい、なんかいろいろ言われるでしょ。結構変装して出ていくとか。あ、変装しないですね、僕。変装しないそうです。普通にいますね。普通に歩いてるそうです、はい、すぐ分かるじゃない、じゃん。いや、分からないですよ。本当に？あ、そういうこと言われたことほとんどないですね。皆さん、あの、街歩いてて伊藤光と遭遇したことある人いらっしゃいます？あ、一人いらっしゃる。あ、一人いますね。気づきました？あ、気づいた。本当ですか？え、どこですか？どこで？え？幕張えらい出張してますね。幕張で、幕張っすか。何してました？幕張、海浜幕張ですか、幕張本郷ですか。海浜の方ね、千葉周りに近い方。はい、アウトレットがあります。アウトレットですか。どこで？ああ、そうだ、行きました、はい、行きました、はい、覚えてます、それ。それ試合の時ですか？あ、試合の時ですけど、うん、終わった後に記者さんと俊太とご飯行きました、はい、あ、それを目撃されたんですね、はい、どの辺にじゃあ伊藤光は出没するんでしょう。皆さんがよく行くとことかじゃないですか。みんなよく行くとこですって、はい、大阪、神戸で言うとあんまり家…あ、どっちが多いですかね。三宮のが多いかもしれないですね。三宮が多いそうです、貼ってください、はい、でも、これ普通にいますよ。普通にいる？普通に、例えば、スタバでお茶飲んで、バレたいとかじゃないですけど、うんうん、普通にいますね。普通にいる、はい、でそういう時は、なんかこう、もう気づかないふりをしてほしいとか、はい、でもやっぱり俺はプロの選手なんだから声かけてほしいとか。あー、なんかそういう感情あんまないですね。全くない。やっぱユニフォーム着てないんで、うん、なんか普通ですよね。まあ確かにね、はい、逆に街中ユニフォームで歩いたら変ですもんね。そうですね、帽子ぐらい被ってみますか。だから普通に、だから街の中に溶け込んでるんだね、伊藤光はね。普通に、はい、あの、よくスタバとかで、うん、一人掛けのソファーとかで、はい、寝たりしてますですって。いや、普通にいますよ、本当に。三宮のスタバ、まあ、いっぱいあるんで。いっぱいあるよね。三宮もそうですし、うん、はい、いますね。あ、そう、はい、じゃあ、その時無理やり相席頼んでみてください。ね、あ、でも僕、スタバでマエストリーと会いました、そういえば。あ、本当に、はい、2、3回ぐらい。そっちのパターンは多いです、僕。あー、なるほど、はい、そういうね、知り合いとそこで会うというね。そうですね、なるほど、はい、結構、そっちの方がいいかもしれないですね。声かけられるよりは、自分が会うっていうのが多いかもしれない、うん、自分を見つけてしまうという。見つけてしまうですね。なるほど、はい、その時はどうする、マエストリーに会ったらどうするんですか。おう、みたいな。おう、はい、いや、僕がレジで並んでて、はい、あの商品じゃない、飲み物をもらいに行くときに、ええ、マエストリーが後ろに並んでました。あ、そういうパターンもあります。なるほど、はい、マエストリーはやっぱりエスプレッソ頼むんですかね。あ、何頼むかちょっと分かんないですけど、それは知りませんね、はい、まあ、イタリア人イコールエスプレッソって短絡的な考え方です。そうですね、あと、いや、もう他の選手も多いんですけど、うん、はい、普通にじゃあ皆さん街中にいらっしゃるのね。そりゃそうだよね。います、はい、特に変装してないそうなんで、わかるよね。でも絶対わかると思うよね。いや、やっぱ今顔を見ながら歩く人っていないんじゃないですかね、うん、じゃあどこ見てる。下向いて歩いてるじゃないですか、みんな。下向いてとか、そのジロジロ、まあ確かにあんま人の顔見ながら歩いてないですね、はい、うん、って思ってるだけかもしれないですけど。そう、ね、はい、だから、皆さんが普段行かれるようなところにも伊藤光は出没するということなんで、もうどうでしょうか、キャンプがもうすぐ始まります。それを考えると、そんなに時間はないですよ、皆さんね。でも宮崎に行けば会えるかもしれない。あ、そういうのはあるかもしれないですね。宮崎、同じ場所に行けば。そうそう、宮崎は、はい、もちろん野球場でも見ることができます。宮崎の街、街中もう限られてます。立
橘通り、あの辺に集中してますから、その辺皆さん行ったり来たりすると、きっとオリックスの選手だけではない、いろんな球団の選手に会えるかと思うんですけどね。そうなんです。まあ、でもそういう時にはやはり、なんていうのかな、伊藤選手のプライベートを邪魔しない程度に頑張れ伊藤光るというふうに声をかけていただければね。そうですね。ね。